さ、今日は2020年の令和2年11月10日の火曜日になります。みょうけんチャンネル、みょうけんです。そして、黒田光にナタを持って件を見て感動してたアノニマスです。というわけで今日は何の日だ。これももう使ってない人はほぼいないんじゃないだろうか。エレベーターの日です。今日はエレベーター、エレベーター、うん、東京都港区青山に事務所を置き、昇降機が担う社会的使命と責任を果たすために設立され、昇降機事業分野における唯一の業界団体である一般社団法人日本エレベーター協会が、1979年の昭和54年に制定。なかなか古いね、思ったより。1890年のこの日に東京浅草においてレンガ造りの12階建て凌雲閣っていうのがあったんだけど、それに設置された日本初の電動式エレベーターが一般公開されたと。この日を中心として同協会では昇降機の安全安心な利用のためのキャンペーンを実施してますよと。なんだっけ、確かもう使えなくなったけど浅草演芸場でも昔ながらのが実はあるって言ってたよね、はいはいはい、というわけで今日11月10日誕生日の有名人ある意味歴史上人物ですね。デーモン閣下。ああ、デーモン国連。そう、ああ、ある意味我が輩は、そうそう、自称紀元前98038年生まれ、うん、ある意味歴史上人物ですね。そうだね、相撲が好きなんだよね。そうそう、いや、世を忍ぶ仮の姿としては1962年の、11月10日生まれですと。うん、うん、でもあれですよね、うん、デーモンさんは井上陽水と、うん、奥田民生をくっつけたキューピッドだと。おお、そうなんだ。悪魔なのにキューピッド、悪魔なのにキューピッド、そういう話を聞いたことがあります。うん、そんなことと。というわけで11月10日誕生日の歴史上動物、今日動物、ああそうなんだ、人物じゃないんだ、うん、前飼い主をやったような気がする。ほうほうほう、忠犬ハチ公でございます。ああ、なるほどね。今日生まれたんだって秋田犬、うん、まあもう皆さん知ってると思うけど、渋谷駅でご主人様の帰りをずっと待ってるっていうあの忠犬ですね。まあもちろんハチ公の愛称でも知られてるし、まあ外国の方が観光でそのなんだ銅像を見に来るっていうこともあるしね、なかなか人気ぶりでございます。11月10日誕生日のアニメ漫画キャラクター、ある意味今のヤンデレの元祖シャッフルからフヨアエデです。一応メインヒロインですよこの人。でもね、説明しづらいな、アニメを見てと。もうすごい、あの時の顔がネタにされるぐらいすごいからね。というわけで今日11月10日誕生日の方おめでとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。では。